日本神奈川県横浜市栄区、田谷町。田谷町は、神奈川県横浜市栄区の町名。定番を持たない、単独町名である。住居表示未実施。栄区の最西端に位置し、北東は、栄区金井町、東は、栄区長尾台町、南は、鎌倉市、玉名関谷西から北にかけては、戸塚区小鈴町に接している。 地形は中央部から北東部にかけてが平坦で、西は東海道付近を両線とする大地に至る八つ地、南は多摩縄へ続く、丘陵地となっている。利用状況としては、町の南部に県道原宿無六浦線が通り、中央部には水田が広がる。坂井インターチェンジジジャンクションが建設中となっており、完成後は風景が一変する。北東側は、 工業地帯となっておりか潮川に近い東部には、光ケーブルなどの製造を行う住友電気工業、横浜製作所、ニコン横浜製作所が設置されている。工業用地以外の地域全域が、市街化調整区域であるため、地域内は農業用地が多く商業施設はまばらであるが、地域を南北に通るバス通り沿いには、 湯海総会の日帰り入浴施設があるほか若干の商業施設が点在する。2、家内、町尾大、小柄の各村の区域より長尾村が成立。1915年に長尾村のうち急小柄村を除く部分が豊田村と合併。1939年4月1日に横浜市戸塚区に編入され、戸塚区、田屋町が新設された。 1950年には、住友電気工業が進出。1986年に、分区により、栄区、田谷町となり、現在に至る。もともとは、田谷であったとされ、昭安3年に、相模国町尾豪田屋村として記載がある。その後、田谷に転じ元禄7年には、大多谷村、小田国村として、記録に残っている。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。地域内には鉄道はなく、 鉄道へは、地域内を通過するバスを利用して、戸塚駅及び大船駅が利用される。かつては、地域の南端を、ドリーム開発ドリームランド線が付設されていたが駅は、なく、廃止後に、撤去されている。横浜環状南線、横浜湘南道路、横浜藤沢線の道路が地区内で交差する計画となっており、栄インターチェンジよび栄ジャンクションの設置が、 予定されている。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。